情状酌量の余地なし。それがあんたらの答えなんだな。言葉を慎んで、ユーゴ。しかし、その決定はあまりにも一方的ではないでしょうか。確かにここまでの道中、海域主荒神から積み荷を守った功績は認めましょう。先ほどの輸送船襲撃の際の働きも見事でした。であれば。しかし、積み荷の中身を知ったこと、これは重大な契約違反です。さらに犬飼氏からの報告によると、重要機密である積み荷に対しみだりに接触を行い、検体としての価値を著しく貶めたとのこと。言い逃れはできますまい。くそ、犬飼いの野郎。グレイプニルはクリサンセマムへの損害賠償請求および海域航行法に基づく刑事責任を追及いたします。貴様ら英二は全員銃殺が妥当だろうな。この件は全て私の監督不行き届きによるものです。彼らに非はなく、むしろ重要機密を守るために命を懸けて。君はビクトリアス家のご息女だ。先代、君のお父上には世話になった恩義もある。静かに処分を待ちたまえ。悪いようにはしない。責任は私にあると言っているんです。ふう。でははっきり言おう。君には責任を取る力などないということだ。ビクトリアス家あっての君だ。家名を傷つけるような言動は控えたまえ。それとも君は自分が正当に評価されているとでも思っているのかな。どうした。大型の海域主荒神が第二警戒ラインを突破、こちらへ高速で向かってきています。なんだと。そいつは残念だったな。強いぞ海域主は。貴様ら、すぐに出て海域主と戦え。多少の時間稼ぎにはなるはずだ。断る。どうせ俺たちは銃殺系なんだろ。確かに荒神に食われるよりそちらの方が幾分かはマシだな。なんだと。貴様ら、海域主荒神を撃退してあなた方を守れたら、先ほどの話再検討していただけますか。そんなことできるはずがない。大型の海域主なんだぞ。ビクトリアス家の名において討伐してみせます。私の仲間と共に。いい表情だ。かの夫人ランダル・ビクトリアスのご息女は確かにその勇猛さを受け継いでおいでのようだな。え？作戦本部を離れているゆえ遠隔からの挨拶である。まずは謝罪したい。私はグレイフニル最高司令官を務めているエイブラハム・ガドリンというものだ。ガドリン総督。へえ、総督さんが何の用かな。恥を承知で言おう。かの海域主荒神に抗う力を我々は持たない。故にどうかそこにいる我々の仲間を助けてはもらえまいか。別に助けたくないわけじゃない。必要なのはその見返りだ。俺たちは命を張る。それにふさわしい対価を示してもらいたい。先ほどまでの話は聞かせてもらった。相応の誠意は示そう。総督、そのお言葉は確かですね。それは結果次第だと言えよ。まずは生き残ることが条件だ。 OK、 任せときな。よく見ておけよ、俺らの力を。
このミッションはグレープニルのオエラ型がモニタリングしているわ。それがどういうことかわかるわよね。証明するんだよな、俺らの価値を。ええ、その通りよ。ユウゴ、彼らは怪奇シュアラムニを倒せるなんてかけらも思っていない。その大層な常識を覆してやりなさい。了解。倒れて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 倒れ
があるはずだ。辛いけどやるしかないよね。とどめだ。そして、はい、天の地の突き、ダメだ。本当に大型の怪騎士荒神を倒すとはどうなされるおつもりですか、総督。これで証明された。今次作戦は勝てるぞ。え、怪騎士荒神すらもほふる力、まさに我らが求めていた最後のピースだ。あんたが総督か。それでどうする。俺たちの戦闘は見てくれていたんだろ。素晴らしい戦果だった。さらにその心意気、信念、くじけぬ心、君たちの意志はこの絶望にあえぐ世界において未来を照らす光となるだろう。そしてその力、いかに輝く意志もそれを守る剣がなければならない。こういう時代だ。剣謀術数渦巻く中で己の力以外に何を信用できよう。君たちの未来を一時の誤りで取り潰してしまうには実に惜しい。じゃあ方面ってことでいいんだよな。ああ、もちろんだ。それだけじゃない。ピムを俺たちに預けてほしい。あんたたちもいい加減気づいてるんだろ、ピムが怪騎士を呼び寄せてるってことに。そうだな。これまでの知見から総合的に判断して、怪騎士荒神が人型荒神の捕食に強く執着していることは疑いようがない。ピムを守れるのは私たちだけです。いいだろう。フィムは君たちに託そう。ビクトリアス家の名に恥じぬ戦い、見事だった。ありがとうございます。しかし、我らは組織、どこか一部署、誰か一人を特別扱いはできかねてね。それなりの客観的理由がいる。客観
観的理由？近く我々は全てのキャラバンを招集し大会合を開くことになっている。そこである一大作戦の実行が宣言される。それに参加してもらいたい。例のフェンリル本部奪還作戦ってやつか。ああ、その通りだ。その作戦に参加させていただきます。ありがとう、イルダ。立派になったものだね。いえ、うん、最後に改めて礼を言わせてほしい。我々の仲間を助けてくれたこと感謝する。大規模作戦については追って通達があるはずだ。期待している。どういうことですかな。1号検体を私の断りもなしに外に出したとは。彼らに預けておいた方が安全だろう。検体から細胞は摂取済みだ。オーディンの技術検証に支障はあるまい。次に荒神とはいえ人の姿だ。モルモットにすれば心が痛む。そうだろう。はい。こちらアインさん。彼も港の所有者で何度させてもらっているわ。アインだ。辺境にある港ダスティーミラーを経営している。その腕はゴッドイーター。ああ、一応な。イルダから話は聞いた。怪異機種に関する情報を集めているとか。これだ。確かによくこれだけのデータを集めたものだ。悪いが安売りはしない。相応の対価は支払う。交渉が不利になるだろうが。だってこんな金額見たことないし。お菓子何個買える？だ、たくさん。この情報は海域航行上の安全性を飛躍的に向上させる。航行失敗による損失を考えると妥当な額だ。だからって何の実績もない俺たちになぜこんな条件。イルダの紹介であるということが一点、彼女との取引には外れがない。あとはそうだな、
お前たちみたいな無茶な連中は嫌い。そんなところだ。分かった。これで構わない。既存情報の更新に関しては無償で対応する。追加情報に関しては有償。それでいいな。いいだろう。ここにサインを。お前がこの船のエースか。鬼神のような強さと聞いている。よく懐いているようだな。彼女を決して離すなよ。いい目だ。これでいいか。問題ない。これで契約。支払いは即日行う。データは入金確認後の送付で構わない。ありがとうございます、アインさん。礼を言うのはこちらの方だ。いい取引先を紹介してくれた。よし、すっげえじゃん俺たち。ユーオクか。何買おうかな。お菓子、お菓子。この金は俺たち全員の未来のために使うんだ。悪いが理解してくれ。おかしい。ああ出たよ、生真面目ユーゴが。んなこと言われなくても分かってるっつーの。妄想くらいはしてもいいじゃねえかなあ。紛らわしいんだよお前は。フィムのお菓子は買ってやれよな。お菓子買ってやれ。異常はありません。作戦行動を始めてください。手順の通りに。作戦開始だ。
な仕事だったな。帰ったら先にシャワーかな。それでは今日もお近、お疲れ様でした。よし、頑張ろうっと。出るぞ、お前ら。寒冷地での長期戦は避けたいですね。
と一緒だと任務も楽しく思えるよ。システム異常なし。回帰濃度順応範囲内。ミッションを開始してください。よし、頑張ろうっと。あれで砲撃は正確だ。この状態でどこまでできるかな。無茶はするな。Thank you.
でマッサージ受けようかな。回路の確認もお忘れなく。